こんにちは、久しぶりの激辛チャレンジです。今日はね、倒せる気しないんです。18金カレー再び。しかもね、以前食べたのは中辛なん、あ、中辛じゃない、甘口なんですよね。これ中辛なんでやばいんですわ。もう書いてあることおかしいですもの。いや、この上に辛口あるんですけど、まあ多分これが倒せないでしょう、私は。いやー、18歳未満の方は食べないでください。高血圧、体調不良、胃腸の弱い方は絶対に食べないでください。辛さが弱い方はもちろん、強い方も注意してお召し上がりください。体質に合わない場合には直ちに食べるのをやめください。目に入った場合には大量の水洗い流し、直ちに医師の手当てを受けてください。はー、18金カレーの中では中辛ですということです。はい、ではいただいてみたいと思います。中のパウチが18歳以上開封か。18歳以下はダメですよってやつですね。はい、はい、まず用意するものですね。椅子、牛乳、まあ未開封です、新品です。果たしてどこまで使うことになるのでしょうか。これ入れとかないとね。うん、そして一応カフェラテもあります。これ飲みながら行こうかな。多分何も飲まなきゃ死ぬので。そしてスーパーカップ、最強の回復アイテム。これはちょっと溶かしておかないと大変なことになるので、もう置いときます。溶かしておきます。食うなよ。よし。さて、できました。18金カレーの中辛。具材がゴロゴロ入ってるんですけど、いらない。だって辛いんだもん、具材も。そしてこれ何これ。これ。あ。絶対こんなん食えねえでしょ。いやー、やばそう。なんかね、もう食べてないんですけど、汗がね。いただきます。うん、匂いからしてちょっとね、やっぱやばそうですわ。どれどれ。うん、うん、あ、鼻に抜ける。無理。尋常じゃん、辛さじゃない。やっべ、いった。いって。やっぱこれ。
食べ進められる気がしない。なんだこれ。